はい、皆さんこんにちは。通訳案内士の横山と申します。今回は静岡県をやっていきたいと思います。ですね、静岡県と言いますとね、今ここに地図で書いてありますように、非常にですね、東西長いね、県ですよね。で、私の地図ちょっとね、うまくないんですけども、金魚に似てるって言われるんですよね。まあ皆さんお手元の地図でね、確認していただきたいんですけど、まあなんかこういう金魚いますよね。こっちが頭でね、こっちが尻尾の方ですよね。で、こうなんかこうヒレみたいなのがついててね、まあ金魚っぽいですよね。まあですから形がね、金魚に似てると言われてますね。それで静岡県と言いますとね、まあ例えば東京からですと東海道新幹線乗ってですね、まあ、京都行ったりとかですね、関西行くときにまあ通ったり、まあ、つまり関西の方から見ればですね、まあ、東京行くときにね、新幹線通るということでね、やっぱり東海道新幹線通るっていうのは大きいんで、大きいのでね、まずそれ確認したいんですけども、ちょうどですね、県庁所在地のですね、静岡がですね、まあこの辺ですね。県庁所在地はね、静岡になりますが、ちょうどこの辺になります。金魚のね、ちょうどこうお腹あたりですよね、が、まあ、その静岡ということですね。で、まあ新幹線がですね、まあ、この辺からね、見ると、ちょうどこの辺からですね、伊豆半島の上を通りましてね、こうバーッと来て、ブーッと来てですね、バーッと来て、こう来てですね、で、まあ、こう来て、浜松を通って、こう出ていくと。で、こっちはまあ愛知県ですけどもね。で、まあ、駅確認しますとね、最初がこう熱海ですよね。まあ、後でもやりますけど、熱海っていうのはまあ温泉地ですよね。熱海と。で、次に来るのが、ここね、三島って駅ありますよね。三島があると。で、次にですね、この辺ですよね、新富士駅っていうのがですよね、まあ、これは全部こだまが止まる駅ですけどね、新富士駅と。で、その後に、静岡に来て、県庁所在地の静岡通って、今度は掛川ってありますよね、掛川と。で、その後に、この辺に浜松ですね、浜名湖の東側ですよね。あ、まあ、松ですね。で、まあ、豊橋の方に抜けるということですね。で、次にですね、まあ、地理的なものをまず確認したいんですが、やっぱりね、山梨と同様に静岡というとね、やっぱり富士山がね、非常に大きい、ウェイトを占めてますんで、富士山の位置なんですけども、ちょうどこの辺ですね、山梨との県境なんですけども、ここがね、富士山になりますと。で、まあ、日本一高い山なんでね、まあ、皆さんご存知だと思うんですが、ここにありますよということですね。で、まあ、山脈がですね、ちょうどこの、なんて言いますか、こうとんがってるところが、赤石山脈のね、一部なんですけども、まあ、こういうふうにですね、まあ、南アルプスとも言いますが、赤石山脈が走っているということですね。それで、まあ、川なんですけどね、まあ、主要の川としましては、まずですね、静岡を通っているのが、これが安倍川ですよね。で、安倍川餅って、まあ、お餅が有名なんですけども、安倍川で、あとですね、この辺ですねに、走ってまして、大井川鉄道ってのがあるんですけども、ここに大井川というですね、まあ、観光で有名な、ね、川が走っていると。で、あとは浜松の東側ですよね、この辺が天竜川が走っていると。で、この天竜川を登ってきますとね、諏訪湖の方に行くんですが、天竜川があると。で、あと富士山のですね、この横あたりですね、ちょうどですね、新富士の駅の、まあ、西側ですね、この辺をですね、
富士川が流れてますね。で、あの富士川というのはですね、まあ、電気とかね、興味ある人はね、よくご存知だと思うんですが、ここでヘルツが変わるんですよね、電気のね。富士川のこっち側が、60ヘルツで、こっち側が50ヘルツであるということですよね。まあそういう話もありますよということですね。それでですね、次なんですけども、じゃあまずね、県庁所在地の静岡から見ていきたいんですが、まあ、静岡と言いますとね、まずはですね、最近有名になったね、まあ、ちょっとこう静岡のこと書いてますけども、三保の松原ってありますよね。でこれは世界遺産に登録されたんですよね。まあ海岸線にね、海岸沿いにある、まあ、松林なんですけども、羽衣の伝説というのがありましてね、まあその何て言いますか、天女が現れたということでね、まあそれにまつわる伝説があって、羽衣伝説で有名な三保の松原と。でここからですね、その富士山がねもちろん遠くに見えるんですけどもね、非常にまあ綺麗であると。で世界遺産の登録の際にですね、あれ文化遺産ですから、まあそれにまつわるですね、その富士山にまつわるその場所ということで、三保の松原もまあセットでね、まあ登録されたということですね。羽衣伝説で次に、まあ日本平っていうですね、まあ高原といいますかね、場所がありましてね、ここもすぐ近くなんですね。であとですね、久能山っていうのがね、山がありましてね、そこに、東照宮があると。でまあこれはね、徳川家康がね、まあ、お亡くなりになりまして、でその後ね、すぐまずね久能山に祀ってくれということでね、まず久能山に埋葬されたんですよね。で1年経ってね、その後改装ということで久能山からその日光に移されたということで、一度ね、まあ、久能山に、まあ、その家康が埋葬されたということで、まあ、非常にそういう意味では重要なその神社ですよね。で、まあ、ここはですね石段登っていくんですけどね、まあ、私も行ったことありますけどね、非常に結構きついんですよね、あの石段がね、海沿い、まあその上から見るビューはすごい綺麗なんですけどね、まあ、そういったところにあるということですね。であとですね、まあ、静岡と言いますとね、トロ遺跡ってありますよね。まあ、これは弥生時代のですね、まあ、代表的な遺跡で、遺跡、まあ、その当時のですね、その様子が再現してありましてね、その縦穴式住居とかですね、水田の跡とかね、あとはそのなんて言いますか、その稲作の際のね使った道具とかが再現されてまして、まあ観光地としても有名であるということですね。まあ私もこう行ったことあるんですけどね、まあ、静岡市内にあるということですね。で次なんですけども、ですね、あとです、そうですね、まあお土産としましてはね、安倍川餅ってのありましてね、まあ、ここに安倍川っていうのは走ってますから、静岡県のね、静岡市のですね、その安倍川市、安倍川というですね、川のから、まあ、名前が来てると思うんですけども、まあ、安倍川餅っていうのはですね、もともとはきなこ餅なんですよね。きなこも、餅にきなこまぶしてね、で砂糖まぶしたようなやつなんですけども、もともとはまあそういうこと、そういうお餅のことをね、安倍川餅ということですね。であとはですね、じゃあ次にですね、この浜松を行ってみたいんですけど、浜松も非常にね、大きな都市でしてね、まあ、新幹線も止まりますし、まあ、人口も非常に多いと。で、まあ、政令指定都市なんですよね、ここもね。で、人口はですね、実は静岡よりも大きくて、で面積も大きいんですよね。結構その、なんて言いますか、合併とかですね、いろいろありましてね、まあ、非常に大きい、県内で一番大きい都市であるということですね。
で、あの楽器とかですね、あの、まあ、これはあのいわゆるその観光とはあまり関係ないんですけどね、オートバイとかですね、が、あのその生産が盛んであると、まあ、つまりそのヤマハとかですね、スズキとかホンダとかですね、まあ、その日本を代表するようなね、楽器とかそのオートバイ会社のですね、まあ、発祥地であったりその工場があったりということでね、まあ、そういった工業が、ね、非常に盛んなところであるということですね。あとですね、まあ、餃子が有名っていうことでね、よく栃木県のね、宇都宮と争ってますよね、どんだけ、どっちが1位かってことでね、餃子の生産量でね、ということなんですけども、生産量かな、それともその消費量かちょっと分かんないんですが、まあ、とにかくね、餃子のね、数で争ってるんですけども、まあ、浜松もね、非常にその餃子が有名な場所ですよね。で、次なんですが、まあ、ちょうどこの子にね、湖がありますよね、浜名湖と言いますね。で、まあ、マリンスポーツ等が非常に盛んなね、湖なんですけどね、まあ、うなぎですよね、養殖のうなぎがね、非常にこう生産が盛んであるということでね、まあ、浜名湖のうなぎっていうのはね、まあ、皆さんよくご存知だと思いますけど、まあ、それも抑えていただくということですね。で、次なんですけどね、またちょっと地理的な話に戻りますと、ここにですね、御前崎ってありますよね。よく天気予報とかでですね、御前崎のね、画像が出たりしますけども、ちょうどこの岬のね、まあ、先端にありましてね、まあ、灯台とかもあるんですけども、まあ、この先っぽのことをね、御前崎って言うんだよというのね、これは覚えておいてくださいね。で、次なんですが、ですね、あとは、じゃあちょっと温泉行きましょうかね、温泉ね。静岡もまあ温泉いっぱいありますんでね。まずね、熱海はね、これはいいですよね。熱海温泉があると。で、本日夜社っていうですね、尾崎紅葉の、ね、まあ、小説に出てくるね、まあ、有名な場所なんですけども、まあ、こう新幹線で行けるってのはやっぱ大きいですよね。東京からですね、日帰りでもちろん行けますしね、まあ、もちろん泊まりも行けますし、まあ、その新幹線で泊まるってのは非常に便利ですよね。で、まあ、ここですね、美術館でね、MOA 美術館ってあるんですよね。で、ここは結構有名なね、紅白梅津屏風とかね、あったりしてね、まあ、結構その有名なね、まあ、美術品がまあ肖像されているというのがね、熱海にあるということですね。ちょっと温泉街からちょっと遠いんですけどね、あとですね、有名なところですとね、これ伊豆半島ですよね。これはまず伊豆半島っていうのをまず覚えていただいて、まあ、伊豆半島も非常にこの観光としては非常にね、まあ、その有名な場所ですが、ちょっとね、下がりましてね、伊東温泉ってありますよね。伊東温泉ね、その伊東市にあるんですが、これはね、コマーシャルでね、昔鳩屋のコマーシャルよくやってましたよね。伊東へ行ってたらなんちゃってね、まあ、それでも有名なんですけど、昔は新婚旅行でよく行く人いたらしいんですけどね、まあ、伊東温泉というのは、まあ、伊東って書いてね、伊東温泉というのがありますよと。で、あとね、ちょっと南に下がりまして、ちょうどですね、膨らんだこの辺ですよね。まあ、ちょっとあったかいんですけども、熱川っていうね、熱海じゃなくて今度は川へ書いて熱川って思うんですよね。で、ここはですね、温泉で有名なんですけども、バナナ園、バナナワニ園っていうのがありましてね、熱帯植物とか、あとワニがね、たくさんいるその遊園地みたいなところがありまして、まあ、そこも結構有名ですよね。まあ、熱川というのがありますよと。で、あとですね、ちょっとまたこれもね、南に下がりまして、稲取温泉がありましてね、で、ここはですね、どんつく祭りっていうのは6月にありまして、どんつくって言うんですよね、
で、まあ、これはですね、非常に奇祭といいましてね、変わったお祭りで、まあ、男性のですね、性器をですね、まあ、その巫女神さんに担いでですね、その、まあ、練り歩くということでね、まあ、その温泉自体もまあ有名なんですけども、その奇祭ですよね、変わったそのお祭りで有名であるということですね。で、あとですね、ここに下田ってあるんですよね。で、下田温泉っていうのがありましてね、まあ、下田は皆さんご存知のように、ペリーがですね、その2回目にですね、初めには浦賀にまあその来航したんですけども、1回にアメリカに帰りましてね、またその条約を結びにその下田に上陸したわけですよね。ということで、まあ、その開国、その幕末のですね、まあ重要地でもありますよね。で、まあ、ハリスが駐在したということでね、まあ、それにまつわる話もあったりするんですが、まあ、その下田にもですね、温泉がありますよと。でちょっとね、冒頭申し上げ、すみません、さっき忘れてましたけど、この伊豆半島の先っぽね、ここもですね、岬になってまして、これがですね、色崎と言いますね。まあ、このね、まあ、岬も覚えていただきたいということですね。で、あとですね、こっち側ですよね、その伊豆半島の西側なんですけど、これがですね、土の肥料って書いて、これ、土肥温泉って言うんですよね。これ、土肥と言います。で、まあ、土肥温泉っていうのは、その、海水浴でもね、有名でね、近くに海水浴場なんですよね。ですから、まあ、それでも有名ですよと。あとですね、半島のちょっと真ん中というかね、その山間部にですね、修善寺がありますよね。これはとても有名な、ね温泉でして、伊豆半島で一番古いって言われてますね。伊豆半島最後でね。で、まあ、いわゆる文人墨客がね、訪れてね。まあ、夏目漱石とか詳しい方はね、伊豆の体感、あ、すみません、修善寺の体感かな。いうことでね、夏目漱石が訪れたりしてますし、あと、まあ、その、鎌倉のですね、鎌倉将軍とかもね、ゆかりのその、場所があったりとか、まあ、その文学的にもその歴史的にもね、非常にこう歴史のあるね、まあ温泉ですよね、っていうのがありますよということですね。あとですね、まあ他にもいろいろあるんですが、さっきより言いましたよね、久能山はここいちごでも有名ですからね、いちごも書いてますね。いちご狩りができるんですよね、久能山ね。あとですね、観光地で行きますと、ちょうどこの富士山のこっちのこの辺ですよね。ですね、場所的には、ですね、ここにですね、白糸の滝ってありましてね。まあ、あんま知られてないんですけど、これもですね、世界遺産に、ね、指定されてましたね。富士宮市にあるんですけども、白糸の滝というのがあります。ちょうどこの富士山のこの南西方向ですよね。あとですね、先ほどね、大井川の話しましたけども、大井川っていうのはこれ鉄道走ってますよね。大井川鉄道ということでね、まあすごくこう鉄道が好きな方にはね人気ある鉄道なんですけども、このですね上流にですね寸又橋ってあるんですよね。これ寸又って言うんですけども、ここはですね、吊り橋がね、有名なんですけども、まあ、そういったね、渓谷もありますよということですね。で、大井川鉄道っていうのもね、ここ走ってますんでね、覚えておいてください。で、あとですね、まあ、本当ね、上げ出すとね、キリがないんですけどね。まあ、大雑把に言うとね、まあ、こんな感じですかね。で、あとですね、まあ、食べ物で言いますとね、まあ、皆さんご存知のように、まあ、みかんですよね。まあ、これはね、みかん畑がね、よく、その新幹線が見えたりしますけども、みかん有名でね、ちょうどこの 浜松のですね、まあ、この浜名湖に来たあたりに三日日ってあるんですよね。三日日ってありまして、まあ、三日日みかんってね、聞いたことあると思うんですが、
まあ、ブランドとしてですね、三日日みかんっていうのも、三日日などですね、のもある。まあ、みかんは全体的にね、その静岡県内全体でまあ取れるんですけどね、まあ、そういうのもありますよと。で、あと、まあ、静岡茶ですよね。で、まあ、京都の宇治とかですね、あと埼玉県の狭山とかもと、まあ、並び称せられているか、日本三大お茶のね、三大茶の一つであるということで、まあ、特にですね、牧之原っていう大地がありまして、ちょうどこの御前崎のあるこの辺なんですけどね、この辺が牧之原っていうんですよね。で、ここはですね、お茶の生産のね中心で、皆さんね、新幹線乗ってますとね、茶畑はよく広がってますよね。まあ、ということでね、まあ、理解しやすいかと思うんですが、特にね、この牧之原大地っていうのは、まあ、お茶の生産で有名であるということですね。あとですね、桜えびですよね。ピンク色のね、小さいエビありますよね。よくお好み焼きとかにかけたりとか、まあ、そのまま食べたりしますけども、あれはですね、ちょうどこの駿河湾ですね、この静岡のこの駿河湾で取れまして、桜エビっていうのは深海でしか取れないんですよね。で、まあ、小型のエビなんですけども、で、駿河湾っていうのは非常にこう日本で一番こう深いって言われてる湾でして、まあ大昔にですね、その富士山がね、こう伊豆半島がこう南からこう南下し、北上してですね、こう合体するときにガチャンと合体したんですけども、まあ、それの影響もあると思うんですけど、この辺って非常に深いんですよね、海がですね、ですから桜エビが取れるんですよね。で、まあ、まあ、それが、まあ、主にね、主にというか、もうほとんどここでしか取れないんで、まあ、名産品であるということですね。で、あとですね、お祭りで言いますとね、下田ですね、ここね、ここがですね、黒船祭りっていうね、まあ、名前そのまんまですけども、まあ、ペリーさんがですね、一旦アメリカ帰ってからまた来たんですよね、下田にね、その時のね、ことを、まあ、記念してですね、5月にね、行われる黒船祭っていうのがありますね。で、あとですね、まあ、民謡としてはね、茶っきり節、茶っきり節っていうのがあるんですけど、まあ、その辺はいいとしてね、とりあえず、まあ、覚えていただきたいということですね。はい、ということでね、今回は静岡県をやりました。